こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のギルドバトル本戦ステージ5 50% 超えの攻略解説やりましたよ。ついに 50% 以上覇者はね、でもね、まだ上には上がいて 60% いってる怪物もいるみたいですけど、一応今回は 50% いけたんで、そちらのお話をしていければなと思います。はい、まず、今回の敵のね、アースドラゴンの注意点ということになりますが、こいつが風弱点の土耐性ということで、基本的にはまあ風アタッカーをね、使って攻略していくということになります。で、厄介な行動というのが岩の鎧っていうホースゲージが全てマックスになった時に発動するアビリティで、自身に仏棒アップ、魔棒アップ、風耐性アップを5段階付与してくるので、この状態で攻撃してもダメージが全部1になっちゃうんだよね。で、これを全て解除しようと思っても、解除自体はできるけど、ひたすら防御デバフと風デバフをぶち当てないといけない、じゃないと解除できないっていう非常に厄介な、で、この岩の鎧をさせた時点でその分もう時間的にすごくロスになるので、時間がロスするってことはダメージとかスコアもその分ロスするっていうことにつながってきます。なので今回のギルドランキングは、いかにアースドラゴンのフォースゲージを貯めずに岩の鎧を一度も発動させずに倒せるかどうかっていうところが、今回のこのスコアのね、分かれ目ということになってきます。で、ポイントはまあいくつかあるんだけど、一番岩の鎧が発動のリスクが高いのが後半なんだよね。後半の、まあ普通に戦ってるとはだいたい40秒台ぐらいあたりで1回目の岩の鎧が発動チャンスがあるんだよね。なんでかっていうと、後半はね、エリアクエイガってやつやってくるんだよね。味方全体に対するクエイガで、ゲージがね、ゲージ上昇量が一気に増えるんだよね。こっちの味方3体に当たる都合なのか、多分6割だと思う。多分 60% くらい上がるんだと思う。1人頭が 20% が基本値で、そこからかける3で多分 60% 上がるんだと思うんだけど、そのエリアクエイガを食らう前に、要するに 60% 以上ホースゲージを削った状態で突入しないとダメってことなんだよね。 70% ぐらいは削っておきたい。なんで、まあ、タイミング自体は決まってるから、そのタイミングの時にある程度ね、アタッカーの ATB を満タンにした状態で挑むとか、あとバフデバフだよね。アースドラゴンの防御デバフ、それから風耐性デバフをしっかりした状態、さらに味方全体に復興バフをかけた状態で、そこの40秒台に突入すれば安定という感じになってくるんだけど、ただね、これ間に合わない人もいると思うの。仮に火力的にちゃんとやってんだけど、どうしてもやっぱりエリアクエイガ6割以上削れずにホースゲージ溜まっちゃうって人は、エリアクエイガが出た瞬間にリミットブレイク発動すれば遅延ができるので、他のね、敵と同じように、なので遅延させてアタッカーのアビリティをもう1回分入れてあげたりとかすると削れるかもって感じ。 LB の演出中にももちろん本戦なので時間は進んじゃうんだけど、それでも岩の鎧をされるよりは全然マシだから。で、LB 遅延することによって、一応最後ら辺のね、敵全体、味方全体に食らうのプレスも、食らわなくなったりとか一応したりするんだけど、そう、もう本当に岩鎧されるよりは全然マシだから、しっかりね、敵のエリアクエイガとかしっかり敵の行動をね、見据えた上で LB 遅延とかも使っていくといいと思います。まあ、今回はもちろん使わないけどね、リミットブレイクは。本当に一番最後に一発撃つだけなんだけど、はい。で、あとは、こいつね、意外と前回の、不動巨人はだいぶ耐久力も上げないと厳しかったけど、アースドラゴンはそうでもないんだよね。意外とブックアップとかも使ってくるけど、HP 初期状態で耐えられます。仏棒それなりに高ければ。なんで、今回はもう HP 切ってます。HP 上げるのやめて、もう完全に火力に振った編成にしてるっていう感じ。本当に最低限の HP で無駄のない回復とかでしていけば対処できるので、そういった感じでいってます。で、あとはね、ポイントはね、やっぱそこの40秒台のエリアクエイガ
が怖いので、エアリスがバフデバフの切れるタイミングをちょっとずらしてあげる、一回フローラルワンドで時間延長させてあげてちょっとずらす、で順番にまたバフかけ直すみたいなことをして、まあ、対策するって感じだね。であとブッコダウン食らうよね、フィアバイト、これごく短時間なので、仮にアタッカーに食らってしまった場合は解除、この、ね、切れた瞬間にブッコバフをかけてやれば一番無駄がないので、はい。でパワーバイトはアースドラゴンの火力が上がるやつね。パワーバイトについて HP の一番低い味方に飛んでくるっていうのがあるので、 HP 低くできる、まあ、タンク役 HP 条件がない味方キャラに設定すると立ち回りやすいかなっていうところだね。ヴィンセントとかそれからセフィロスとかにしちゃうと、まあ、バフが打てなくなっちゃったりとかするんで全然関係ない。例えばザックスとかね、ユフィとかそういった風アタッカーにの HP を低くしておくといいかもって感じだね。はい、ということでパーティー編成紹介します。今回これになりました。なんかちょっと前とライム全然違うなってみんな思うかもしれないけど、これ理由があって、まあ来週また動画がアップされると思うんですけど、門吉さんっていうね、まあ前に告知したよね、インフルエンサーというかコスプレイヤーの方とコラボ動画撮ったよって昨日撮ってきたんですよ私。でその中で今回ね、あのステージ5の模擬戦のフルバトル、時間目いっぱい使ってお互い対決しようっていうガチ対決した中で、この編成をもう門吉さんに勝つためだけに作ったんだよね。これ課金してザックスを無凸から貫凸まで持ってったんだよね。動画でやればよかったんだけど、もう行きの電車でやった、それをやっちゃって、そう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 。だから今回の編成はね、は初公開だね、完全に完全に初公開。ザックスとヴィンセント編成っていうことで、セフィロスと、それからあれ誰だっけ、セフィと、あ、ユフィだね、ユフィは使わないってことです。はい、でこれこの間の生放送で追加武装も79レベルになった、これわかるよね、生放送で79レベルにしようって感じでやったんで、これ生放送見てる方なら、まあ、知ってるかなと。ということで、まあ一応キャラ紹介しますが、ザックスのステータスこんな感じです。 HP が8065、ぶっこんが7611、ぶつぼ133。もうこれはとにかくぶっこを上げようと。追加武装でもうぶつ浴び力アップも、あと風属性力アップも上がってるから、もう本当にライズアビはもちろん、まあライズアビのことも、まあ、もちろん考えるけど、考えながらもう攻撃力を優先してあげてるって感じだね。でライズアビ構成こんなんですね。ぶつ浴びがレベル5、ぶっこアップレベル7、風属性力アップレベル9、攻撃アップレベル5、アビ力アップレベル3です。でメイン武器がベアトリックスソード、それからサブがファルシオン、であとは神羅軍精霊刀、あとエネミーランチャー、そしてヘビーハウザーって感じだね。はい、であと、バッファーとヒーラー兼ねてるエアリス、メイン武器カメラワンダで味方全体の攻撃バフして、でフローラルワンドで仏棒ダウンと風耐性デバフだね、超重要です。であとサブがセンチピード、マーチングラッパー、それからストリームグレイブという感じです。でこのねマテリアはバイオエスナ、ここエスナ系だったら何でもいいけど、これはね ATB3 で回復できるから、 HP 低くしてるからそんなに回復力高くなくても HP マックスまで回復持ってけるんだよね。なんでエスナ系装備してます。はい、あっていうかエアリスのステータスいったっけ、 HP13773 の、仏棒148、治癒力3539です。あとヴィンセント HP8517、 仏攻7405、仏棒170です。でヴィンセントの注意点はランダルだね。ランダルが自身の HP が多いほど威力アップ、最大3倍ってなってて、 HP マックス時だと 1200% の倍率になるってこと、超強いね。現状の風属性の武器では最強倍率になるんですけど、ただヴィンセントにはねウェアがなかったりとか HP 条件だから HP 維持が結構難しい。で加減が 30%、 HP 30% からのこの 70% の範囲で変わるから、多分 HP1% ごとに倍率が 11.5% ぐらい変動するっていう形になるので、 90% でも 110% ぐらい変わっちゃうんだよね。 90% 以上あったとしても、
だからなるべく HP マックスに持ってきたい。だからターゲット誘導とかもしっかりしていかないと難しいかなっていうところだね。結構テクニカルですね。であとは TO3 モデル N です。これまあ謎突なんでまだ伸びしろあるけど、サブが風魔手裏剣、あとイルマティック、そしてストリームセーバーということだね。ステータスはさっき言ったね。オッケーオッケーって感じです。あとはまあもう立ち回り見てくださいという感じですが、実際にやっていこう。参る。